いい感じですか？やば。楽しそうでしょ？めっちゃ楽しそうでしょ？ちょっと待ってください。お兄さん乗っていこうか。楽しいから乗ったら。そしたら、ここバー握ってもらっていい？そう。で、右足上げてもらって。で、右足下に下ろして、左足上げる。それはそうだ。つかないよ。それついちゃったら大変だよ。つかないようにするからね。ちょっと待ってね。怖い？怖い？つかないはずなくて。ああ？ああ？って言った今。初めてじゃない？だから大丈夫だ。それより怖くない。はい、じゃあ説明させていただきます。スタートの時、ここの横のロープに切って、はい、足を上げてください。足を上げる。そうで、スタート後足を下ろしてもらって、手元のロープから離してもらって大丈夫。もちろん握っててもいいよ。握ってもいいよ。はい。じゃあそのゴール手前でもう一度横のロープ握っていただいて、ちょっと後ろにもたれかかって軽く足を開いてください。はい、どうぞ。これ。まあまあ振ってます、ね。はい、で、足、最後の衝撃で、この足がこのヒップラインに当たらないためと、足、顔を前に出してると衝撃で首痛めちゃう可能性があるので、後ろにもたれかかって軽く足。これをゴールの時、お願いします。まあ、一応、ゆっくりなんで入れてみたいな感じ。行ってみてください。寒い？じゃあ早めに降りようか。それで合ってる。聞いてください。それで合ってる。合ってる。足を最初は伸ばす。で、ゴールの時開いて後ろにもたれかかる。大丈夫？オッケー。オッケー。じゃあ行こうか。最初はね。そうそう。足を上げといて。足を上げる。足を上げて。はい、じゃあ行きます。で、いや、下ろす。もう一回言うね。スタートの時は聞いててね。スタートの時は足上げる。で、スタート後足を下ろしてもらってね。で、ゴールの時は足を開いて後ろにもたれかかる。 OK？ 大丈夫。まあ練習最初はゆっくりだからゆっくり練習みたいな感じ。はい、じゃあ行こう。はい、じゃあ足上げてください。それじゃあ行きます。3、2、1、上げてください。